和風って家をこってこての和風にしないちょっと和風の感じで出しづらいんですよ。だから外交で演出すると割と和モダンは作りやすいです。絶対に外交で後悔しない、どうも外交デザイナーの宮です。本日は独断と偏見で選ぶ家のおすすめ外観デザインとダサいマイホームの特徴というテーマでお話をしていきたいと思います。家を建てるときに、どんな家にしたらいいか分かんないって思ってる方多いんじゃないでしょうか。やっぱり今ってデザインもうまくできていて当たり前だし、せっかくね家を建てるならおしゃれな家にしたいって思ってる方多いんじゃないでしょうか。でも見た目ばっか気にしちゃうとコストもどんどんオーバーして予算オーバーになってしまう。でそんなに住宅ローンも借りちゃって不安で、なおかそんな借りれないって思ってる方めちゃくちゃ多いですよね。だから今日はですね、ローコストだとしてもここのポイントだけ抑えれば見た目もよく見えるようにできますし、何でもかんでもとにかくお金を使えばいいかってそういうわけじゃないんですね。なので今日このあたりの注意点だったりとか見逃してほしくないポイントというところを部分的にお話をできればと思います。でね、今日はこういった外観というテーマでお話をするんですけれども、普段はねカヤポートとか商品の新商品だったりとか、おすすめの外交アイテム、コスパが良くなるにはシンボルツリールームツアーとかね、幅広いテーマでお話をしております。今後ねこういった有益な内容を見逃したくない方、今のうちにチャンネル登録の方もお願いします。それでは早速行ってみましょう。まずですね、家作りでなるべくダサくしたくないと思ってる方多いですよね。これは外観も内装も含めなんですけれども、で当然外交もそうですね。なるべくおしゃれにしたい、これ皆さん共通に思ってることだと思います。ただ現実問題、お金もさっき言ったみたいにかけられない。やっぱり住宅ローンって借りれる枠があるじゃないですか。はい、皆さん5000万、6000万、7000万とか今借りてる方多いと思うんですけれども、その枠も皆さんの収入に応じて限度があったりします。で当然高くなればなるほど返済する毎月の固定費が高くなります。毎月10万20万とかね、どんどん上がっていってしまいます。ってなると将来見据えた30年40年という年月を考えた時に不安ですよね。なのでいかにコストを抑えつつおすすめのいい外観にできるか、ここがポイントで重要なのかなと思います。でまずですね、よくある外観のこれ残念だなと思う特徴5個解説をします。でそこからじゃあ具体的にどうしたらいいのかっていう部分も踏まえてお話をしていこうかと思っておりますので、まずですねこの5選お話をしていきたいと思います。まず1選目、時代遅れの素材とデザインです。これ何かというと、やっぱり時代遅れの商品使っちゃうと昔っぽい雰囲気になってしまいます。これ外交で例えると、これ昔の昭和のイメージを思い浮かべていただければ分かりやすいんですけど、古いブロック塀の壁とか分かります？門柱とかも古いブロックで構成されてるとちょっと昔っぽいなと思うじゃないですか。要は門柱とかはやっぱり主となる顔の部分なので、ここはこだわってほしいという部分なんですね。だからこの後解説するんですけど、外交も門柱はタイル張りにするとか、最低限塗り壁にしてあげるとか、ちょっと化粧を加えてあげるとよく見えます。でもこれができていないと古っぽいデザインになっちゃって、要はもう築30年40年ってなった時に古びたブロックが並んでる外観になっちゃったりするんですね。こうなってしまうともったいないので、やっぱりこの外観のデザインっていうのもちゃんと考えた上で構築しないと良くないかなと思います。なのでね、皆さんこう外観のデザインも門柱一つ、駐車場一つとっても、カーポートもそうですね、今時の最新のアイテムとかもうまく混ぜればいいと思います。要は全部取り入れるとお金も高くなっちゃうので、例えば門柱とかは機能門柱でもいいと思うんですよ。あの今時のものをちょっと取り入れてもらう、今時のものだったら逆に機能門柱だと安いものもあったりしますので、そういったものをあえて取り入れる。でカーポートもポリカイネじゃなくて最新のねカーポート SC とかそういったものでもいいんですけど、使っていっていただければ、それだけでもねちょっと昔っぽい時代遅れの感じから防ぐことができますので、あのおすすめです。なんで商品の組み合わせ、構成の部分を考えておいていただいて、一部取り入れていっていただくだけでもあの雰囲気を変えることができますので、おすすめです。続いて2選目、外観と外壁のデザインのミスマッチになります。はい、外観の部分でやっぱりこう何選んだらいいか分かんないとか、外観外壁の部分をこの素材でいいのかなって迷ってる方多いんじゃないでしょうか。この統一感って結構重要で、どういうことかというと、やっぱりこの外壁の部分で例えばタイルを使いますと、でここを統一感を出したいのであれば、その使ってる外壁の素材を門柱とかで使っちゃうというパターンはよくある王道のやり方です。こうすることによってミスマッチを防ぐことができますよね。例えば全く同じものを貼れば、それだけこう統一感は当然出ますので、よくあるやり方をすると、家の外壁全部タイル張りってそんな多くないと思うんですよ。あってもクレバリーホームさんとかあると思うんですけれども、そうじゃなくてアクセントタイルとか使ってもいいですよね。家の外壁でポイントでタイル使う部分もあるじゃないですか。要は全面吹き付けとか塗装です。で一部アクセントでタイル張りでグレーのね高級感のタイル使ってますっていう家とかあるじゃないですか。そういった場合、そのアクセントタイルを門柱に持ってきてあげる、そこで統一感を出すっていうのもありかなと思います。
なので皆さんね、この外壁の使い方、外壁とのミスマッチっていう部分を特に考えてない方も多いと思うんですけれども、なるべくね外光と外壁のミスマッチを減らしたい、あの統一感ある雰囲気にしたいと思っている方がいれば、今言ったみたいに外壁の素材をうまく使ってあげる、これもコツなので覚えておいてください。続いて3つ目、テーマが混ざったデザイン。これはまあ外観っていう部分なんですけど、主に外光の方が当てはまるかと思います。要するに洋風チックな可愛らしいデザインとホテルライクなカチッとしたかっこいいデザインを混ぜちゃってもちょっといびつな感じになっちゃうよという意味です。要はカントリー調のすごくレンガの、洋風チックなものを床にダーッと敷き付けて、門柱がなんかかっこいいね、パキッとしたグレーの黒とかのタイル張りとかだったらちょっとこうミスマッチな感じが出たりしますよね。だったら壁はかっこいいなら床もかっこいいデザイン、例えば床はタイル張り、床もタイル、壁もタイルとか、うまくテーマをですね混ぜずにごちゃごちゃせずに統一してあげると良くなると思います。これはモダンチックな、パターンが多いんですけれども、今だと10年前ぐらいだとちょっと可愛らしい洋風チックな家が流行ったんですよ。でも今ってどっちかっていうとモダンチックなかっこいい家が多いので、であればテーマをこれもね統一してあげて、家のデザインに合わせて外光も作ってあげたりするとごちゃごちゃしなくて、シンプルに収めることができますので、これは違和感なく収めるコツなので覚えておいてください。なんかねこうごちゃごちゃしてるって何かって具体的にもうちょっと言っていくと、ちょっと違和感を覚えるんですよ。なんか目につくというか、逆にうまく統一されてたらおしゃれだなとか、それぐらいの感想なんですけど、違和感がある家ってなんかちょっと引っかかるみたいな、はい、ちょっと目につくんですよ。逆に違和感があったりとか、うまく収まってない証拠なので、そういった部分を排除していくと統一感が出るシンプルな収まりになりますので、これが、いわゆるごちゃごちゃ混ざらないデザインです。なのでこれも覚えておいてください。続いて4選目、よくある個性のない外観。これはねまあ言ってしまうと分譲住宅とかそうですよね。とにかくローコストで収めようと、床駐車場はドマコン、全部ドマコンですね、もしくは砂利で、門柱はない、家の外壁に表札ポストインターホンをつける、ないし機能持ちの本当に安いのはポン、これで終わりとかね、はい、ってなってると当然 外観、家の外壁とかも多分シンプルだと思うんですよ。こういった外観はちょっと個性が少ないですよね。でこれはあるあるだと思います。正直やっぱり費用を抑えようと思うとそういったことに収まってはきてしまうんですけれども、やっぱりそうなっちゃうと個性が少なくて差別化がないので、ちょっとあの物足りない印象になるんですけれども、そうならないためにさっき言ったみたいに門柱にこだわる、床のアプローチにこだわる、カーポートにこだわるみたいな形で、ちょっとアクセサリー、あの小物とかも含まれなんですけれども、こだわっていっていただければ差別化にもつながりますし、まあ、個性のない家から外れることができますので、ちょっとそのあたりも意識した上で家作りマイホームですね、考えていっていただければいいのかなと思います。続いて5選目、ごちゃごちゃした見た目です。これはさっきの話とちょっと逆になると思うんですけど、こだわりが強すぎる方にあるあるかなと思います。とにかく詰め込む、要は門柱もこだわってタイル張りで、床もこだわってなんかタイルの濃い色とか、ちょっとデザインの個性的なタイルをバーッと入れてみる、なんかタイルテラスももっとおしゃれに、ね、なんか木目調とか、フェンスもちょっとこだわって木目調で、なんかここはこういう目立つ色みたいなね、やっていくとすごいごちゃごちゃしていくんですよ。ってなると予算もそもそも上がるんですけれども、ってなっていくとどんどんこうもう喧嘩しちゃうわけですよ色が。これ色とか料理で言うと、一つの料理に対してなんか醤油、マヨネーズ、ケチャップとかどんどん詰め込んじゃうみたいな、喧嘩しちゃいますね味が。やっぱりこうシンプルな味わいに対してアクセントが一つあったりすると映えたりするんで、まあ、そういった工夫をしていっていただければ、あの綺麗に収めることができますので、あまりごちゃごちゃ素材も入れすぎずまとめていっていただければいいのかなと思います。なのでダサいっていうのは何かというと、いろんな表現があって、ごちゃごちゃしてもそうだし、テーマが揃ってなくてもそうだし、シンプルすぎてもそうだしみたいなね、いろいろあると思います。とはいえここは個人の好みの部分にはなりますので、皆さんそれが好きであればそれでいいと思います。デザインって何かというと、俯瞰してみると結局自己満の部分が強いので、まあ極端なら自分が気に入っていればそれでいいかなと思いますので、はい、覚えておいてください。じゃあ具体的におすすめの外観、このあたりもお話をしていこうかと思います。これは実際の僕の実例ベース、実際の施工現場とか合わせた上で画像を見ながら解説をしていきたいと思います。まずですね、よく今ある人気なテイストなんですけど、シンプルモダン系、これ解説をしていきたいと思います。シンプルモダンって何かっていうと、もう名前の通りで割とシンプルかつちょっとモダンチックなデザインです。これをシンプルモダンと定義しています。この現場とか僕はそうかなと思っていて、床の装飾はそんなないんですよ。要は洗い出し、コンクリートに砂利が浮き出たような仕上げと、まあ、よくある普通の300画のタイルで、玄関ポーチも構成されています。かつ門柱に関してはグレーのタイル張り、これ300、600の長方形なんですけど、シンボルツリーで青玉が入っています。
で、こだわった部分でいうとカーポートもね、これ当時まだ出たてなんですけど、リクシルのカーポート SC が入ってたりとか、はい、夜景が綺麗なんですよ。階段も間接照明を入れて、であんまごちゃごちゃしてないんですよね。で家の外観も割とシンプルで、外光もシンプルなんですけど、ポイントでしっかりおしゃれに演出をしています。これがいわゆるシンプルモダンというイメージかなと思っています。なんで床もごちゃごちゃしてなくて、植栽もそんな多くないですよ。シンボルツリーがあって、駐車場のスリットに芝が入っている、それぐらいです。でも見た目で言うと結構人気で、こんな家にしたい、こんな外光作りたいと思っている方多いので、割と求められているのがこれに近いのかなと思ってます。なので家の外観もこれ見てもらうと、サイディングで黒系なんですね。でアクセントの外壁も軒天の茶色だけ、そこまでこれもごちゃごちゃしてない。やっぱりシンプルなんですけれども、まとまりがある感じっていうのは人はおしゃれだなと思いますので、シンプルモダン、要はモダンチックに収めたいっていう方はこういった形で参考にしていっていただければいいのかなと思います。だからこれもっとごちゃごちゃって何かっていうと、今度床のアプローチとかコンクリートも全部これなんかタイル張りとかレンガ張りとかにすると異素材だしごちゃごちゃしちゃうんですね。だから色合いもある程度抑えつつ、シンプルな素材なんですけれども構成するとうまくまとまりますので覚えていてください。続いて2つ目、ナチュラルテイスト、まあ、ナチュラルって何かっていうと、名前の通りちょっと自然なイメージなので、これは、まあお客さんの好みとかによって話変わってくるんですけど、まあ、ナチュラルな感じがお好きな方だったので、植栽これも青玉シンボルツリー 5m ぐらいの入れてますね。で門柱は天然木ハードウッドなんですけど採用してます。なんでそもそも木材入れてるんで温かみのある柔らかい印象になります。で床のアプローチに関しては天然石を採用してますので、あの門柱床のアプローチ踏まえ、全体的に柔らかい印象で天然の素材を使ってます。で植栽も入ってますので、で外壁見てください。これが意外とポイントで、外壁のメインがこれ白なんですよ。だからこの植栽シンボルツリーとかすごく映えますよね。夜景とかライトアップしても綺麗なんですけど、まあ、こういった形で外壁の相性もすごい重要になります。これ外壁が全部黒とかだったらもうちょっと重い印象になるんですよ。でも白だからこそこういった植物も映えるし、木材との雰囲気も出ますので、いいのかなと思います。だから外壁との相性っていうのもめっちゃ重要なので覚えておいてください。次3選目、和モダンテイスト、これも結構人気で僕も好きなんですけど、僕ちょっとね和風傾向が好きなんです。そもそもお客さんはね、あの家はどっちかというとシンプルです、でもちょっと和の雰囲気を外光で入れたいんですよって言ってた現場になります。こちらです。とはいえね、家も外壁をね黒とかちょっと使っていただけると和モダンに寄りやすいです。寄せやすい。和風って家をこってこての和風にしないちょっと和風の感じって出しづらいんですよ。だから外光で演出すると割と和モダンは作りやすいです。それがこんな感じ。だからこれ縦格子なんですけど、わざと格子を入れていってあげて、石とかもこれ鉄平石っていう石を使ってます。鉄平石って昔からある和の石なんですけど、はい、見たことないですかね。いわゆるこれゲロ温泉とか昔ながらの場所行くと意外とあったりします。で植物もこれもみじ系、いろはもみじをシンボルツリーで植えてみたりとか、わざと苔を入れてみたりもしてます。で階段もこれ御影石っていう、まあ、和の石なんですけど入れてます。こういう風に和風のテイストを混ぜてもらうとか、これは門柱もそうなんですけど、これ下の黒い部分は天然木で構成してるんですけど、こういった形でねちょっと和の要素を入れていってあげると良くなるかなと思います。和の演出ってやっぱ縦格子とかこれで石とか、植栽のもみじとか苔とか入れてあげると和の雰囲気に引っ張ることができるんで、おすすめ。とはいえのさっきも言ったけど家の外観も重要で、今回黒っぽいアクセントがあるからこそ持ってこれたんですけど、これが外壁のアクセント赤とか赤レンガ風とかだったら結構厳しいんですよ。でもこういった黒いね、馴染みやすい色で外壁を作ってくれてるので引っ張ってきやすいので、外光でモダンを寄せるというそんなイメージですね。続いて4選目、ホテルライクデザイン。ホテルライクも今流行ってます。めちゃくちゃ流行ってます今。イメージとするとこう非日常を自宅に持ってくるっていうのがホテルライクっぽいのかなと思ってて、皆さんホテルとか温泉旅館って好きじゃないですか。それでやっぱ非日常の感じがあるので、それが好まれてる傾向にあるのかなと思ってます。やっぱコロナ以降ですよね、なかなか外出できなくなった、で家の空間もすごくこう良くしたいっていうところから、広がってる印象があります。だから自宅の家の中のフローリングもタイル張りにしたりとか、この方もしてるんですけど、ちょっと非日常を出してます。だから家の中のフローリングがタイルなので、同じ全くタイルをもう玄関の階段から全部使ってるんですよ。これ外光で使いました。で壁も同じタイル使ってます。だから家の中との統一を出してアウトドアリビングっていうんですけど、もう一つ部屋の空間っていうのを屋外に持ってきた、庭の空間も充実させた作りですね。庭にこれ滝があるんですよ、
はい、壁栓っていうんですけど、要はこれ、まあ、スイッチを押すと滝がこう水が流れる仕組みになっていて循環してる感じなんですね。でこれもホテルとか行ったらあるじゃないですか。これもホテルライクっていう雰囲気で演出をしています。だからよくあるようなモダンチックな雰囲気だけじゃなくて、ちょっとガラスのフェンスとか採用したりとか、カーポートもね、カーポート AC とか採用して、ちょっとおしゃれなんだけれども、ちょっと手を加えて非日常になるような庭作りとか空間を演出した、そんな作りになっています。最後5選目、北欧風のデザインです。これはねちょっと今減ってきてます。とはいえやっぱりこう昔から北欧風とかこういった海外のお家に憧れる方もいますので、一定層ニーズがあります。もうちょっと分かりやすく定義すると可愛らしい家ですよね。で白基調なんですけれども、これもそうです。あの床の天然石とかもこれ海外、はい、北欧の方から取り寄せた石を張ってます。こういった本当のね天然石を張りつつ、で日本の和の色、さっきの和モダンとかだったら和風テイストの石だったんですけど、今回はベルギーとかそっちで使われているような天然石を採用してます。壁とかもちょっと可愛らしい雰囲気に収めつつ、植栽もねあのユーカリとか、ちょっとこれ落葉してるんで分かりづらいんですけど、ユーカリとかそういったものが入ってます。なので植物とかもこだわってあの入れてもらう。で照明とかもちょっとマリンライトの可愛らしいやつを入れてもらうとかね、あの工夫をしていっていただければ、ちょっと海外の雰囲気の演出もできますし、やっぱり石、天然石も適当じゃなくて、ちゃんとどこのものを使ってるかっていうのをこだわっていっていただければ、演出としてはおしゃれになりますので、おすすめです。なんで皆さんもね、なんとなく決めちゃってる外光の素材とかいろいろあると思うんですけれども、外壁の色とも合わせつつ考えていっていただいて、テイストを合わせると、一気に外光を使ってあの家の外観の雰囲気というのを変えて、統一感を出しつつテイストを作ることができますので、覚えておいてください。はい、ということで、ね、本日は外観のデザインというテーマでお話をさせていただきました。この後一番最後ですね、たくさんコメントもらってるんですけれども、 Q&A コーナーというものを用意しています。なのでね、毎日たくさんコメントもらってるんですけれども、こちらでねコメントの返事もしていっていこうかと思ってますので、最後までご覧ください。本日の動画いかがだったでしょうか。いいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また今日の動画、この概要欄の方にですね、おすすめの動画のリンクを貼っておきます。なので今日の動画のテイスト、テーマに合わせてこれも一緒に見てもらったら勉強になりますよっていうリンクを貼っておきますので、今日この動画しっかり見ていただいて、1本あの1回2回でもいいと思います。はい、見ていただいた上でその過去の動画を見ていっていただければ、より学びになるかと思いますので、参考にしてみてください。では早速 Q&A コーナー行ってみたいと思います。はい、今日こちらのコメントをいきたいと思います。あ、いつもありがとうございます。2回見ました。2つ質問があるんですが、またの機会にしますまたそうですか。全然ここに書いてもらってもいいです。青田もハウスメーカーに外国の是非のものとして軟性に植えられました。で鉄砲虫にやられてしまいまして、2ヶ月後植え替えになりました。株立ちですが偽物っぽい。山踊りですが圃場にいた感じがしますということですね。なるほど。まああのハウスメーカーでたまに指定があったりもしますよね。あのハウスメーカーの区画とかだと、このハウスメーカー通して外国をやりましょうとかあったりもします。で結構こう街並みの指定もあって、何本木を植えなきゃいけないとか、でこの木を植えなきゃいけないとか、たまに指定をされたりするんですけれども、でまあ今回南西に植えられましたと。で青玉を植えたということで、まあ僕青玉を結構おすすめはしてるんですけど、そうなんです、鉄砲虫っていうのは結構厄介ですね。僕もね、家のもみじが鉄砲虫にやられてすぐ枯れたんですけど、鉄砲虫ってあのカミキリムシのまあ幼虫みたいなものなんですけど、木に穴開けてまあそこにこう中をこう全部食べていくんですけど、基本的に鉄砲虫にやられると枯れちゃいます。うちも植えてどうだろう、もう何年もいたんだけど、ずっといたんだけど急に枯れて、だからもう何年もあったらほぼ枯れることなんてないんですけど、だから大体こう幹とか見てもらって穴が開いてておかぐつが出てると、まあ鉄砲虫ですね。で2ヶ月後に植え替えで、株鉄ですか偽物っぽい。山鳥って何かっていうと、山から取ったこう穴が、要は変わった樹形です、ざっくり言うと。もう天然のものなので、やっぱこう本当の山とか行くと、なんか枝めっちゃ曲がってるとかあるじゃないですか。やっぱ太陽の位置とかによってそこにこう引っ張られたりして曲がったりするんですけど、山鳥ってすごい自然な樹形なので、それを家の中に持ってくると魅力的だったりします。まあただ、今回言ってるのが圃場っていうことで、どっちかというとこう畑、はい、いわゆるこう生産者が畑とかでこう植木を育てるんですけど、やっぱりこう自分の土地に、植木屋さんが持ってる土地に苗からこう植えて育てていくんですけど、ってなると樹形っていうのがやっぱ一定になりがち、要はまっすぐの普通って言ったらあれですけど、まあホームセンターとかで売ってるような形になりがちです。なのでせっかく山鳥に植えたのにっていうことなんですけど、やっぱりこう山鳥とかね、こだわって植えていただくと見た目かっこいいですよね。
で面白いのが実際にねこういった生産者の畑とか行って見ることもできたりするし、最近だと楽天とかでもね意外と金額ちょっと高めですけどこだわった樹形のものがなんか売ってたりするんで面白いですよ。なのでそういってね樹形こだわる方がいれば山鳥って調べてもあんま出ないかもですけど、ちょっとネットとかで検索して通販チックに頼んでもらっても面白いかもしれません。なのでこだわる方はね青玉植栽の、ね、樹形一つで外交はかっこよくなりますし、大きな変化をもたらしますので皆さんこだわってみてください。以上となります。じゃあまた次回のところでお会いしましょう。またね。